林増則は台湾の高尾県出身のプロ野球選手。右と左ひだ現在はトミクにガーディアンズに所属している。2007年12月27日に開催された CPBL のドラフト会議でコーノーブルズから一巡目指名を受け入団した。2009年開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのチャイニーズ台北代表に選出された。 シーズンでは最多打点を記録し最優秀新人賞と MVP ベストナインゴールデングラブ賞を受賞2010年オフの11月に開催された公州アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された2012年は CBBL 史上最多となるシーズン46本の2塁打をマークしたオフには第3回 WBC 予選の チャイニーズ台北代表に選出された。オフの11月には第3回 WBC 予選前にキューバ代表との国際親善試合であるサンダーシリーズのチャイニーズ台北代表に選出された。2013年1月14日に第3回 WBC 本戦のチャイニーズ台北代表に選出された。シーズンでは首位打者と最多安打、最多本塁打を記録し、 二度目の MVP とベストナインを受賞。7月12日の兄弟エレファンツ戦では投手として登板する場面もあった。2014年7月19日2014年シーズンでは最多打点を記録し、c p b l 史上初となる三度目の MVP に輝いたほかベストナインゴールデングラブ賞を受賞。2015年はシーズン126打点の CBBL 歴代記録を達成し、ベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞した。9月30日に、第1回、WBSC プレミア12の、チャイニーズ台北代表に選出された。2016年シーズンでは4年連続のベストナインと3年連続のゴールデングラブ賞を受賞した。2017年1月23日に第4回、 WBC のチャイニーズ台北代表に選出され、3大会連続3度目の選出を果たした。9月17日の統一ライオンズ戦で、CPBL 史上21人目となる、通算戦試合出場を達成した。2019年は5月21日の統一、ライオンズ戦で、CPBL 史上5人目となる、通算150本塁打を達成した。 同月25日のラマゴモンキーズ戦では c p b l 史上7人目となる通算1500アンダを放った。6月6日の中心兄弟戦では c p b l 史上最速及び最年少で通算302塁打を達成した。オフには2年145万台湾元で契約を更新した。2020年は9月27日の統一ライオンズ戦で CBBL 史上4人目かつ、CBBL 史上最速となる、通算1700安打を記録。10月14日の中心兄弟戦で、CBBL 史上2番目の速さで、CBBL 史上4人目となる、通算1000打点を達成した。最終的には、入団から12年連続となる打率3割超えを記録した。バットコントロールに長け、例年高い打率を残している。 入団当初はサードやセカンドを中心に出場したが、守備に難があるため数年後にファーストへ転向した。ありがとうございます。